皆さんこんにちは。今回の生き生き情報福井は6月に開催されたイベントなどの情報をお伝えします。今回の内容はこちらです。まずは第67回市民体育大会の様子をお伝えします。6月から7月にかけて開催された市民体育大会期間中、市内のグラウンドや体育館などでは32種目の競技が行われ、多くの市民が参加しました。大会3日目となる6月19日には球技を中心に試合が行われ、会場となった福井市スポーツ公園ではソフトボールや軟式野球の試合が行われました。オープン競技として小学生が参加するサッカーの試合も行われ、子どもたちも必死にボールを追いかけていました。その他、市内の体育館ではバスケットボールやバレーボールの試合が行われ、福井市体育館で行われたソフトバレーボールの試合では各地区の選手たちが白熱した試合を繰り広げていました。チームの方にお話を伺いたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。3年連続優勝っていうことなんですけれども、今日の試合いかがでしたか？楽勝っす、はい、楽勝でしたかではその強さの秘訣っていうのをちょっと教えてもらえますか？まあそうですね、まあ練習あるのミス大変でしたけど、はい、なんとか3連覇できたんで、まあ、4連覇5連覇とできるようにまだまだ頑張ります。5年連続優勝っていうことなんですけれども、素晴らしいですね。いや、そんなことないです周りの地区の方が支えてくれるので頑張れました。ありがとうございます。そのちなみにその強さの秘訣っていうのを教えてもらってもいいですか？やっぱり豊栄地区のチームワークですね。はい、仲良くやらせてもらってるんで、はい、その賜物ですか ね今回初優勝ということで試合はいかがでしたか？初戦から去年 の優勝チームと当たりまして、もう1試合目はもうね、全てやったと思います。あとは新都市はバカでしたけど優勝できてありがとうございます。白熱してましたね。もうめちゃめちゃ白熱してました。もう一進一退でね、一セット取って取られて、結構取って取られるとね、負けパターンなんですけど、最後粘りに粘ってね、17点目取って、本当に仲間のおかげです。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。皆さんは6月が食育月間だったことをご存知でしたか？次はその食育月間に開催された食のイベントをご紹介します。6月19日、ハピリン屋根付き広場、ハピテラスを会場として、福井の食体験イベントが開催されました。市では、毎月19日の食育の日を、家族でいただきますの日として、みんなで共に食べる共食を進めています。また、6月は食育月間ということもあり、この日、イベントが開催されました。
会場には食にまつわるさまざまな展示や体験コーナーが設けられたほか、新鮮な野菜や福井の食材を加工した商品の販売が行われました。体験コーナーでは福井の伝承お菓子作りや塩蔵わかめ作りのほか、食品添加物を使っていない食品を選ぶ味覚体験ゲームが行われていました。この味覚体験は2種類用意されたポテトチップスとお味噌汁から食品添加物を使っていない方を当てるというものです。私も体験してみましたが、これがなかなか難しいんです。どっちも美味しいけど、なんか味の違いは分かるんですけど、さあどうでしょう。ちょっともう一回ちょっと A の方いいですか。ポテトチップス分からないA かな、分からない。はい、では正解、お味噌の方は A が本物です。本物、はい、本物です。ポテトチップスは正解、 A が、あ、こっちが、はい、無添加です。そうなんですか、はい、なんかこっちの方が薄味だったので。そうなんですか、はい、味がやっぱりこっちはいろいろ入っているので、味の調整がこうできているので、はい、どっちだろうどっちだろうって思ったんですけど、はい、こちらは正解なので。あ、本当ですか、はい、よかった。その他、福井食育マスコットキャラクターの発表と表彰式が行われ、294点の応募の中から大賞には福井市の野中さんが考案した福井食べまるちゃんが選ばれました。大賞受賞本当におめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと質問させていただきたいんですけれども、このキャラクターを作られたきっかけっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。食がテーマということで、食べることが大好きな、ここにいる、孫娘なんですけど、この子が一生懸命なんでもおいしいおいしいと言って食べてくれるので、それを、福井のコシヒカリとかコシノルビーと合わせてイメージしました。はい、この福井食育マスコットキャラクターはこれから開催される食育イベントなどで活用されるということです。今回のイベントについて教えていただけますか。一応各家族が進む中で、家族全員で美味しくご飯を食べてもらうということで、毎月19日が食育の日とさでは国で定められておりますの で、 で特に今回は19日日曜日ということで、ここでやらさせていただきました。公募いたしまして、総数280ぐらいですかね、ご応募いただきまして、で悩みに悩んだ結果、一名に決まりました。とても可愛らしいマスコットなんで、今後そういうこういうイベントとか、これからチラシなんかにも使用させていただこうかと思っております。続いては、いざという時に命を守るための取り組みをご紹介します。6月26日、福井市の総合防災訓練が行われました。朝8時のサイレンを合図に訓練が始まり、それぞれの地区で指定された公園や学校などに避難しました。防災訓練推進地区の一つ春山地区でも、避難所に指定されている春山小学校におよそ1000名の住民が参加、一斉に避難行動をとるシェイクアウト訓練のほか、炊き出し訓練やボランティアの養成、受け入れなどに関する訓練も行われました。
また避難の完了を市長に報告。グラウンドに集まった地区住民全員で改めて地震発生時の行動を確認して、いざという時に備えていました。まずは皆さん、強い揺れにしましょう。強い揺れにしましょう。強い揺れに警戒してください。その場から動いていきません。この日は雨の影響もあり、一部の訓練が中止となってしまいましたが、市民にとって災害への備えを改めて考える機会となったようでした。はい、これはあの地震でなくても、まず自分は守ること、自分自身を守ること。それによって他人を救助するっていうことね。これが前提になります。でもその救助するのも自分だけでの判断ではね、ここは安全だからそこへ救助した方がいいと自分判断ではちょっとまずいと思うから、やっぱ情報をできるだけキャッチする方法を考えていかないかないと思います。結構子どもたち距離歩いてるんで、本当に実際に逃げる時とか大変だなっていうのが実感しましたね。一応ちょっとした食品っていうか、それだけぐらいしかね、まだ大丈夫かなって思う気持ちがあって準備はしてないんですけど、雨降ったりとかね、天気のいい時ばっかりじゃないんで、やっぱりカッパとか、あと何、濡れないようにするような対策とか、それも今日改めて必要だなって思いました。あいにくの雨でですね、中止になりましたけど、いい経験をさせていただいたなと。やっぱりね、自助、共助、これはね、やっぱり中心になって、いかにして、身を守るか、自分のことは自分、そして、共助、これはやはりお互いに助け合う、そして地域は自分たちで守るという、こういう精神を教え込んでいきたいなというのが、私の願いでございます。来年も再来年も、延々と続けて、基本を基本として、やっていきたいと思っております。この避難訓練は昭和23年6月の福井地震を教訓に毎年この時期に開催されています。皆さんも災害への備えについて改めて考えてみませんか。続いてはこちらの話題です。6月28日市民憲章制定日を記念して花苗の即売会が行われました。今回の即売会は福井市市民憲章不死鳥の願いの普及と啓発のほか、その項目の一つ清潔で美しい街づくりを目指して行われている花いっぱい運動を広めようと実施されたものです。会場となったハピテラスでは不死鳥の願い推進協議会のメンバーらがサルビアやペチュニアなどおよそ2000鉢の花を販売したほか、市民憲章が書かれた内輪を配り市民憲章の啓発を行っていました。昭和20年の戦災、23年の福井大地震、そういった災害を受けた市民が、立ち上がり復興を遂げたわけでございます。そういったことで、昭和27年に復興博覧会が開催され、その時不死鳥のシンボルマークがあったんでございます。で、そういった流れの中で、福井市民として責任と誇りを持って街づくりをしようという精神のもと市民憲章が制定されました。市民憲章の第3項にある進んで工夫を凝らし清潔で美しい街を作りましょうという趣旨のもと、この花苗即売会を通して市民の皆様に広く花を普及し、で市内が花いっぱいの街になることを願って、やっております。また事業といたしましては、市民の皆さんが個人または団体が花壇を作って、その花壇の
良し悪しを競う花壇コンクールを行っております。で、花壇コンクールの応募要項につきましては市のホームページで公開しておりますので、もし、できましたらそれを見ていただいて応募していただけるとありがたいかなと思っております。福井地震に不死鳥の願いの制定と、6月は改めて福井市のことを考えさせられる時期なのかもしれませんね。今回のいきいき情報福井は6月に開催されたイベントなどの様子をお伝えしました。次回のいきいき情報福井もお楽しみに。